染色の面白さってなんか一定じゃないところがやっぱり面白いところで。きっかけは、初め子供の肌着を自分たちで染めるっていうところから、まあ、染め物に、興味を持ち始めて、で、まあ、東京に住んでた頃に自宅のキッチンでちょっと染めてみたりとかがきっかけで、仕事としてやっていたわけではなくて、趣味というかね、生活。お米作りたくてっていう、そおの米作りたくてっ食ていへうの興味があって、移住をずっと考えてたので、山、まあ自然が豊かなところに住んでみたいと思って、まあ畑、田んぼやりながら、まあ食べ物を自分たちで作って、生活をしてみたいなと。いろいろ実だったり葉っぱだったり花だったり根っこだったり、まあその植物の、まあ、いいところっていうかね、季節のものは、まあ、育てるもの、取ってくるもので、まあ、季節の色っていうものは取ってきたり、まあ、その生フレッシュなものですね。で、まあ、定番で使う色は、購入したどうもいっのてだっるたりと。草木染めってその色素を金属と化学反応させて発色させるんですね。まあその工程を媒染っていうんですけど、水道の水に鉄がちょっと多いと、鉄って結構くすむような発色をしていくんですね。でその時に、もともとの水の中に鉄が入ってるとちょっとくすんだ色になるような気がするっていうのを聞いたことあります。同じ色出したいってなった時に、それが頑張って出せる時もあれば、どんなに頑張ってももう無理な時も、やっぱ季節によっても同じ植物でも色味違うし、まあその年の天候だったりとかによっても色味がやっぱり天違っ候でもやっぱり。て、暑い年と寒い年と色味がやっぱり変わるので、まあそれをこう無理に合わせていくでなくて、まあその年のその時の色っていうものを出せるのが面白い、まあ難しくもあり面白い部分でもありなのかな。そろりそろり生きていこうみたいな。ね、あとまあその2人でやっていこうって決めた時に、こうお互いソロ活動をしてるようにやっていこうねっていう、まあその頼ることがいけないことではないんですけど、頼りきらないじゃないですけど、まあちゃんと自分たちの位置を持ってやっていこうっていう思いが。生活スタイルはこのままここで、でやっやってていききたたくい。て、毎月1から6のオープンを楽しみに来てくださってる方がいらっしゃるので、で結構関東の方からとかめがけて、ここめがけて来てくださる方もいるので、そういう方に向けてこういう場所で住むっていう選択肢があることをお伝えしながら、でも、作品としてはまた県外に出ることを今ちょっと意識してて。その染めてるものを着るとか使うとか、そのそばにあるっていうことで、こう自然を体験してるような感じになる気がしていて、ちょっとだんだんそれが私の中では確信になってきてるので、それを都会の方、もともと都会の出身だから都会の方にも伝えていくっていうのが今ちょっとテーマですね。